私が選んだリポビタンショットスポーツ。走るスイッチを入れてくれるエナジー風味で、レース前に欠かせないアイテムです。ベータアラニンカフェイン配合、ベストに向かって駆け抜けろ。ワシのマークの対象製薬です。わらべや日曜陸上競技部、山田花選手。この山田選手は大阪体育大学、原佳純選手。ISC 陸上です。内山成美選手。ニコニコのり株式会社、川田彩香選手。続きまして立教大学、道下瑞樹選手。続きまして積水化学工業女子陸上部、木村友香選手。続きまして同じく積水化学工業女子陸上部、山本優馬選手。ニューバランス田中希実選手。改めてアクセンシングバックサイドスタート線についています。山田花、原佳純、内山成美、川田彩香、道下瑞樹、木村友香、山本優馬、田中希実、初選手に聞こえるような期待と大きな拍手を届けましょう。ノーレスラー、初の選手さんです。
じゃあちょっと田中選手の声を聞いてみたいと思います。田中選手おめでとうございます。ありがとうございます。今勝ち切った今の気持ちから聞かせてください。そうですね、すごく緊張といいますか怖い気持ちがあって、せっかくの会場の雰囲気も楽しむどころじゃないくらいちょっとスタートはパニック状態だったんですけど、可愛い子供たちと一緒に練習できたことでちょっと和んでレースに集中できたかなと思います。その怖さというのはどこから来てた怖さなんですか？そうですね、今シーズンやっぱり浮き沈みは激しかったんですけど、はい、良い時はすごく良いっていうのが、なんていうか、身につく機会が皆さんにはいい場面しか身についてなかったかなと思うので、はい、プレッシャーというのはちょっとありました。なるほど。でもこの田中選手をこの大道さんが呼び出してくれた時にすごい歓声と拍手が届いてたかと思うんですが、聞こえましたか？そうですね、すごくありがたかったです。ありがとうございます。さあそれではじゃあ今日応援してくださった皆さん、この後さすが田中希実選手らしく5000も走られるんですよね。あ、今日走らないですか？今日は1000だけで。ちょっと応援に行きたい。今日応援ね。じゃあ 1000m 応援してくださった皆さんに一言応援 あのお礼のメッセージ届けてください。そうですね、応援してくれた皆さん手振ってくれてるほら、たくさんの方が今日も見に来てくださって、私だけじゃなくていろんな選手が出たことで今大会すごく盛り上がってきてるかなと思うので、そういった中でも私個人の部分としても、私らしさを出して、一つの選手の輝きとして、この大会を彩れたんじゃないかなっていうのは思うので、それを後押ししてくださった皆さんにはすごく感謝の気持ちでいっぱいです。今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。田中さん、ちょっとだけ力ありますまだ。ちょっとこっち側に来て手振ってもらってもいいですか？こっち側に来て、これだけ応援が集まっているんだよので、右側に来て。先頭。